おそす、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。今回はこちらのコースですね。9月の5日のコースです。やっていきましょう。ちょっとまだ手が冷たいから最初の方はちょっとひどいプレイングになりそうです。よろしくお願いします。違うわ、これあれだ、あの中で入ってかないとダメだ。ここ強引にこの間に入り込んで、危ねえ。どうなる、いいのか、ここで。オッケー、ここで隙間に入って、オッケー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 。くっそ指つらい、超連打ゲー。オッケー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 、うっオッケーオッケー。これまさか下入っちゃいけないなんてことはない。時間ねえし、まあ挟まれて死ぬっていうことがないからね。これはなんだ、これは下か。時間ねえ、俺そこか。オッケー、ゴールゴールゴール、そこにあるあるあるよ待って、落ち着こう落ち着こう、時間もある。いや時間ねえ、お疲れした、もう無理だ。オッケーオッケー、入ってきましたね。これさ、普通にしゃがんでこんな感じで抜けれればオッケーでしょ。これさすがに時間あるでしょ。あとはここに入り込んでおいて連れてってもらえば。はっ、タイムアップか。やべ、こんなもん、オッケー。くそ、なかなか抜けねえけど、これ意外としゃがんだりとかしない方が早いな。時間的にはどうだろう。7、6、5、4、3、2、ゴールさせて。よーし、アップねー、ギリギリセーフー。真の男、たくみこの顔である。え？え、お、ちょっと、なかった。これどう見てもパウないとダメだよね。これはパウを探せっていうコースじゃないよね。でもね、この隠しに何の意味がある。でもパウがあるわけじゃないんだよな、絶対隠しだから。ほら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 思った通りだわ。ちょっと待って、でも1匹しか倒せない。あ、そっか、ちゃんとパックンが全部下に行ってる時にやんないとダメだ。お、いけたまあまあまあ、隠しですよね、そりゃそうだわな。さあ、続きましてはこちら、9月の7日にいただいたコース、クリア率 0%。これ 0% の理由は何だ？そんなに難しいのか？ふぅ！うわ、死ぬよね。そうですよね。お、強引だけど抜けたぞ。これでいいのか？こんな装備で大丈夫か？こんな装備で大丈夫なのかな？まあ、装備もクソもないけれども。この人、キノコ食べるか？うわ。ニオ、サンガリ。サンガリはしなくても大丈夫だ。これそのままで大丈夫ですね。お、うわ、危ねえ。パウか。あ、うっ、危ねえ、外したと思ったぞ、今。キノコを取って、あ、これまたキノコを取って OK で。下ですね。ほんとか？え、ちょい、右かい！三段ジャンプでなくていいっていうのがまたぬるくていいよね。ぬるま湯だよ、ぬるま湯。やべえ、積んだ。いけるんだな、それでも。いけちゃうんですよ。でっかい状態で超えた。オッケーですね。さあ、どうなりますかね。怖い。いい反応見せる。スピンで行く行く。お。あ、踏むんだ。踏みますよ。踏みますよ。
え、何このクリア率は。待って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 、まあいいか、クリアしたぜおっす、クリアした、よーし。プチ技マスターの巻セブン、スピン下置き踏みジャンプうわっ、あーそういうことか、なるほどね、持ちますやん、スピンしますやん、うわっ、これで下置きかぶっちゃったよ。おっすおっす。いや。おっすおっす。やったことない技だなぁ。こう？どうやって置けるんだ？ちょっと待って。置くって下 Y だよね。空中だから、こういうことだよね。倒せるの？こいつすげえな。とりあえず、マリオが一番高いとこで。オッケー、そういうことか。ちょっともう一回やるわ。このも？オッケー、結構遅めだ。バネジャンよりはちょっと遅いですね、捨てるタイミングが。へえ、これ楽しいな。こういうミニ技作ってる人なのかな、この人。これラストにしましょうかね。ポッキーさんにもリップで一緒に送られてたんで、もしかしたら既視感があるかもしれませんが、その場合はご了承いただきたいなと思います。よいしょ、ちょいちょい。上から降ってこねえのか、今ね。これ難しいよね。確実に行きますか。ほ、はい、死にます。なんか、全然、いつもと感覚が違う、このスピラン。サンダーじゃなくてもいいのかい持ってくのかな、あ、違う。違う。このままでよかったんだ。踏んでても全然間に合ったろ、多分。え？こっちか。なるほど、落ち着いてバネジャンして、ここは落ち着いて倒して、OK。時間に余裕あるからね。ちょっと稼いだおかげで。ジャンプすれば間に合う。そうだろ、おっぷね、ミート向け、おっぷね。はしゃぎすぎだろ。キモいわ、本当に。さあ行きましょう。落ち着いて、時間ないよ、でも。ちょ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 、そのミスは本当に下ネタ。やべえ、いきなりロスったぞ。ジャンプしよう、オッケー。ここは落ち着いて乗る。んでるでるでるん。んでるでるでるん。年末の食べ過ぎ注意。お、時間はどうだ？残り1秒。嘘。まだ続くの？これということは何かがある。本当に時間ギリギリなんだ。急がないと。どれくらい急がなきゃいけないのよ、でも。これも？うわー、ロスター、20、30秒。大ジャンと1回でちゃんとでも抜けれるようになってますね、これは。ほっ。ここはどうしてもさ、ゆっくり行かないといけないから、しょうがないよね。短縮ポイントじゃないよね。でるでるでる。こんなもんで行っちゃいますか。もうちょっと早く行けるな。5秒か。間に合うのかな。はい。今度こそ3段じゃねえのかよ！うわぁ。あと2秒くらい短縮してこないとだな。思った以上に。厄介なスピランだったな。今のところで3段出すのめっちゃむずいっすよ。距離が狭いから。ほっ。3番目、ブロック3番目。オッケー。おー、3秒短縮か。
もう1秒くらい短縮できそうだな。ここがね、どうしても、フルマックスでも詰まっちゃうからな。うん、まあ4秒ですね。さっき20秒だったから。ということは、ここは落ち着いて、普通に乗ってけばクリアできるけど、せっかくならベストタイム狙っていきたいよね。よいしょ。もうちょっと早くいけるな。余裕あったもんね。これ本当に速くなってんのかな？ OK。 お疲れさんでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。